もオカリンバンドです。あ、ちょっと一回ベース落とします。大丈夫ですかね。いやー、卒来っすよ。ありがとう。俺卒業じゃないけどありがとう。いやー、いいな。いや、このね、朝からね、インストっていうね、いいね、ご機嫌やね。そう、リハの時大丈夫だよ。大丈夫だよ。すまん。いえいえいえ。いやー、そう、僕のトークスキルが今試されてます。いやー、何話そうかな。え、あ、就活の話。あ、そっか、これね、ここでね、オンシャーオンシャーつってね、オンシャーつってオンシャーオンシャーつってオンシャー僕雇ってつって。やばいね、これね、動画でね、YouTube とかに流れたら大変やね。あいつ何言ってるんやみたいな。名前でね、今ね、検索されるからね。怖い怖い。ごめん、俺ね、明日パラボあるから明日来ようかなって思ってたんよ。あのね、もう、俺もう話を聞いてないっていうね。ごめん、ほんと。はい、謝ります。え、なんか、どうなってます？いやいや、このね、T シャツをね、こう、ちょっと3人で買ったんすよ。あのプリニっていうギタリストがいまして、あ、よかったら聴いてみてください。プリニっていうバンド、オーストラリア の、 あのギタリストなんですけど、かっこいいです。あ、プニキもかっこいい。いや、今日プニキの方がイケメンかな。わかるわかる。プニキ見たことないけど。俺もないわ。じゃあ、飲み会代、来ました。もう、ラジオ君にちょっとお金借りてたんで。あそのまま、はい。いや、やっぱね、こうやってね、いや、ライブ中にね、お金のやり取りするとかね、初めてよ、ほんと。ほんと卒業ライブ。ダメ、卒業ライブ感。今日飲み会するやん。飲み会、俺今日ね、車で来てるんで。あの、ハイハットが空いた記念。あ、行きたい。ハイハット飲み。ハイハット飲み。ハイハット飲みいいね。画面のリアルオープニングみたいな。あ、そうだ、そうだ。オープニングで。本当にやったんけ。もし片付なさるなった。動画の準備をしてます。やろうよ。じゃあ、ここにしてもらおう。まるあら、マジなさない。なんか、謎現象が発生しますよね。まあ、フレーズを手放して勇気です。いや、無音もね、ちゃんと。無音もいるよ。2馬身ぐらい、なんかしたら。そう、たまに引き算していかんとね。うわ、危ない。こぼしちゃった。こぼしたあ、ちょっとまあ、ちょっと紹介までに、ここ2人卒業生です。瀬名さんベース。ドラムマサキング。じゃあ、そして就活生の僕オカリンです。M1 です。はい。じゃあ、ね、あの初タミが深いってよく言われます。おしゃおしゃふえーつって。じゃあ2曲目、ガスリー・ゴーバンっていう人のワンダーフル・スリッパリー・シングスっていう曲やります。
惜しかったですよし、めっちゃご機嫌でしたね。今日、あと次ラストの曲なんですけど、あ、まあ、とりあえずあのこのバンド、このバンドだっけこのバンドのですね、まああのまあ、今年で最後なんで、今回で最後なんで、まあ、ちょっとなんかちょっと一言話して次の曲に行こうかなと思うんですけど、このバンドですね、僕が多分軽音入って、自分でやろうって言ったバンド、このバンドだけなんですよね。あと他の全部あの誘ってもらったりとかして、でそのね、なんかあの僕のね、ちょっとなんかこれやりたいみたいなわがままを聞いてくださって、こう2人には感謝してます。ありがとうございました。っていうね、朝からちょっとねこういうねだからね朝嫌だったんだよで、本当一番ね正和がね頑張ってくれて、もう瀬谷さんはもう見ての通りもう 超人なんでもうね、だからもう本当正和には感謝です。で、次で最後の曲なんですけど、どうしてもやりたい曲があって、その曲ですね、やっぱその3人じゃできない曲なんで、助っ人を呼びたいと思います。誰やろ誰やろよし、じゃあ助っ人、じゃあ美咲ちゃんどうぞ。あのね、いや、美咲ちゃんもありがとうございます。あ、卒業生です。おめでとうございます。よし、で、僕もね、次で最後の曲なんでね、ピックス出ようと思います。ね、ピックなしで弾きます。で、なんかあります？わー、チンチンは出さない。せっかく、せっかくやしね。まあ、まだ早い。まだ2時間もやんなしてね。良い感じですかね。よし。じゃあ、まあ、オカリンバンドでした。今までありがとうございました。じゃあ、次の曲は、セッション曲でよく使われている曲なんですけど、ジェフ・ベックの Cause We've Ended As Lovers って曲です。じゃあ、ありがとうございました。Thank you.